君たちはすごいと思います、ね、こんにちは、スミトです。はい、アシシです。南インドのハイデラバードという町にある英語外国語大学日本語学科のサネスです。はい、さて今日は昔話に関する案、はい、こちら桃太郎問題についてお話ししたいと思います。この昔話は皆さんのおじいさんやおばさんからきっと聞かされたと思います。私たちから見るとこの話は問題だらけなんです。そうです。さてこの話を初めて聞いたのは私たちはちょうど1年前2年生の時でした。この話を初めて読んだ時、もう二度と読まないと決心したんです。え？と思う人もいるかもしれませんが、ちゃんとしたわけがあるんです。絶対日本の子供には教えてはいけないということを訴えたくてこうやってお話ししています。その前に桃太郎のあらすじをざっと見てみましょう。昔昔あるところにおじいさんとおばさんがいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばさんは川へ洗濯に行きました。ある日おばさんが川で洗濯しているとどんぶろこっこどんぶろこっこと川上から大きな桃が流れてきました。おばさんはその桃を家に持ち帰りました。桃を食べ終わったところ、桃の中から元気な男の子が飛び出しました。桃から生まれた男の子に桃太郎と名付け、自分の子供ように大事に育てました。桃太郎はすくすく育ってやがて強い男の子になりました。3年は幸せに暮らしていましたが、ある日突然鬼が村に現れ、村の宝物を奪っていきました。思いやりが人一倍強い桃太郎がおじいさんとおばあさんにこう言いました。僕、鬼ヶ島へ行って悪い鬼を退治します。と言って鬼たちが村から盗んだ宝物を取り返すために鬼ヶ島へ行くことになりました。おばあさんが作ってくれたきびだんごを家来になってくれることを条件に、道中で出会った犬、猿、キジにあげて鬼退治に行きました。鬼ヶ島では鬼たちが酒盛りの真っ最中で、一周を仕掛けた桃太郎と家来は大勝利。桃太郎と家来は鬼が悪行を重ねて集めた宝物を村に持ち帰りました。珍しい珍しい。何この話、子供にこんな話を聞かせて日本人大丈夫ですか？問題だらけじゃ。はい、昭和この根源はこのジジイとババ、貧乏だったはずのこの二人はそもそも川から流れてきた、しかもですよ、桃から生まれた子供を育てたりしますか？めっちゃおかしいなこの話。まあ童話ですから試してという桃太郎愛子がいらっしゃるかもしれませんが、その人たちに言いたい、うっせえ。じゃあ一歩譲ってこの二人、世界一優しい人間としても自分が大事に育てた子供をそう簡単に鬼ヶ島へという危険な場所へ行かせる親っているんでしょうか？いいえ、あくまでも私たちの推測ですが、この二人は一見優しそうに見えて実はとんでもない人たちなんです。じゃあ桃太郎問題に隠された真実をこれからお話ししたいと思います。昔々あるところに誘拐犯の貧乏なジジとババが住んでいました。この二人には優しさのかけらもなく、とってもわがままで欲張りでした。実はこの二人と鬼はドラえもんとのび太よりいい友達だった。鬼たちに毎年村の宝物の情報をリークして、手数料として宝物の一部を受け取っていました。汗一滴も流さず貧乏夫婦をよそって幸せに暮らしていました。しかし鬼との計画ですから破られるのも無理はない。ある日鬼は手数料を払わなくなりました。
でもこのジジとババのモットーは、やられたらやり返す、倍返しだ。自分たちではどうすることもできないこのジジとババは、隣の村からこっそり子供を誘拐しては、果物から生まれたと嘘をつけて育てていたんです。そして鬼から宝物を奪い返すようにしつけて、宝物を奪い返すまで鬼が島に子供たちを送り込んでいた。こうして桃太郎が鬼を倒すまでに、たくさんの子供たちが命を落としてきました。桃太郎はこのジジとババに利用されたんです。桃太郎の前にもきっとバナナ太郎、マンゴー太郎といった何十年もの子供たちが殺されたに違いありません。でも桃太郎はたまたま生き残ったんです。村の人々かわいそうでしょ。このジジとババがいなければ幸せに暮らしたのに。まあ本当の話を知ってしまうと、皆さんも自分の子供にこの話を聞かせたくないでしょ。でも日本人にとって桃太郎は異形文化産に等しい宝物です。なのでインドから贈り物として、村や子供たちが幸せになる桃太郎ベタ版を贈りたいと思います。そうです。もちろん関西版ではなく、ぜひ日本の皆さんに私たちの話をベースに、村と子供たちが幸せになる話を考え出してほしいと思います。では桃太郎ベータ版こちら。昔々あるところに、村の情報を鬼にリークするジジとババが住んでいました。汗一滴も流さず、貧乏夫婦を装って幸せに暮らしていたこの二人は、鬼に毎年村の宝物を情報をリークして、鉄漁として鬼から宝物の一部を受け取っていました。ある日ジジとババは鬼に契約を破られました。自分たちでは鬼に勝てないので、村から子供を誘拐して鬼から宝物を奪い返すように育てようと計画を立てました。それをした鬼たちはジジとババを捕まえて、一生鬼ヶ島で働かせました。鬼に殺され誘拐されるところだった子供たちはすくすく育ち、自分の親と幸せに暮らしたとさ。どうですかこの桃太郎ベタ版。桃太郎といういじめられそうな名前も使われなかったし、鬼ヶ島に行かされることもなかった。なんて幸せなストーリーだ。桃太郎